子供たちを育てながらの働き方っていうのに限界を感じてずっと疲弊している状態でした。ちょうど今アカウントを開始して8ヶ月経ったばっかりなんですが、累計で2012万を達成することができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は SNS 集客コンサルをされているあゆみさんが入学8ヶ月間で累計2012万円の売り上げを上げられた秘訣について実績者対談ということで動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あゆみさんは今回第2回目の対談動画ということで、1回目に撮らせていただいた対談動画こちらに出ているんで概要欄に貼っておくんで見ていただきたいなと思うんですが、改めてにはなりますが、あゆみさんが弊社学科にご入学いただけたきっかけっていうところを教えていただけますでしょうか。私が北野さんのところに入らせていただいたきっかけは、入る1年ぐらい前から北野さんのことは存じ上げていたんですね。すごい実績もおありすごい方なのに、現場主義っていうことを貫いていらっしゃる北野さんから直接学べるってことがまず一番の決め手でした。当然実績とか権威性ってもちろん北野さんおありなんですけれども、私自身お人柄とかライブとかで拝見をしていて、そこがなくても北野さんのあり方とか人間性とか高い基準値っていうのを学びたいって思ったことも決め手の一つです。次、入学前と後の変化っていうところもお伺いしていきたいんですが、入学前はどういった状況だったんでしょうか。入学前は私は自宅で産前産後ママをメインとした生体師をしておりました。その当時も企業スクールで学んでいたので、予約は結構あって満席で、売り上げもそこそこあったんですけれども、ちっちゃい子供たちがいるので、子供たちを育てながらの働き方っていうのに限界を感じて、好きな仕事だけれども今の延長線上に理想の未来はないなっていうことでずっと疲弊している状態でした。その後、自宅サロンのお客様からどうやってあみさん集客でそんなうまくいったんですかっていうこととか、いろいろ相談をいただくようになりまして、そのあたりからコンサルタントとして新しいビジネスをしていきたいなって思いが出ました。それをしていくためにはちゃんとしたところで学ぼうって思って北野さんのところに入ったっていうところにもつながっています。次、入学後の具体的な変化っていうところも聞いていきたいと思うんですけども、売上面的なところで言うとどんな変化がありましたでしょうか。売上の面ではありがたいことに、アカウント開始初月に66万ですね。その後2ヶ月目から7桁を突破することができまして、最高月商で言うと352万、現在に至るまで7ヶ月連続ずっと200万から300万台が安定するようになりました。ありがたいことに、ちょうど今アカウントを開始して8ヶ月経ったばっかりなんですが、累計で2012万を達成することができました。素晴らしいですね。おめでとうございます。しかもあゆみさんの場合、インスタグラムのみで集客をされていて、今フォロワー数っていうとどれぐらいいらっしゃいますか。今の段階で700ちょっとぐらいですね。700フォロワーで累計2000万以上という売り上げはね、すでに収益化されていらっしゃるということで、その具体的な秘訣っていうところもこの後あゆみさんのインスタを紹介しながらお伺いしていきたいなと思うんですが、まあ、こちらに出てるのがあゆみさんのインスタグラムになるんですけども、この秘訣っていうところに聞いていきたいと思うんですが、現在フォロワー数が700フォロワーということで、プロフィールコンセプトとかもね、初回コンセプトと一緒に作らせていただいて、そこからさらに最低化を、ね、今されていらっしゃると思うんですが、このインスタグラムから LINE のお友達登録っていうのは今何人ぐらい集客されていらっしゃいますでしょうか。今日の段階で350名 LINE の登録者の方いらっしゃいます。素晴らしいですね。動画見てくださって皆さんも基準値として覚えておいていただきたいんですが、大体総フォロワー数の 20% ぐらいが LINE 登録されていれば基準値はクリアということなんですけども、あゆみさんの場合は700フォロワーに対して350人ということで 50% 以上 LINE 登録されているっていうところ、そこのエンゲージメントの濃さってところがすごい売り上げが上がってる秘訣かなと思うんですが、この中でインスタであゆみさんが意識しているポイントがあれば教えていただけますでしょうか。ストーリーズとライブですね。この2つを掛け合わせて徹底したことです。そこから DM をめちゃくちゃ大切にしてきました。具体的にはストーリーズに関してはまず見た目ですね。そこを圧倒的に引きつけるものを極めました。そして構成だったりとか、全てをストーリーズはこだわってます。おかげさまで数多くの方にモデリングしてますとか、スクショしてますとか、日々嬉しいお声をいただけるようになったことと、そこかけるライブ配信ですね。北野さんがずっとソロライブ行っていらっしゃるって、この姿勢は私は絶対にモデリングさせていただこうと思って、今は毎週水曜日のミラーは私だっていう風に今年以上続けまして、確立をさせていただき、そこプラスコラボライブっていうのを組み合わせて認知活動を行う、さらにそこから DM で濃いファン化をしていく、この流れをずっと意識していきました。あゆみさんといえば毎週水曜日の12時から固定で時間を決めてライブを毎週されていらっしゃるということで、ライブをやっているからこそフォロワーさんがファンになってくださって、そこからお問い合わせにつながっているっていうね、流れが作れているかなと思うんですけども、このインスタライブっていうのをやる前と後の変化としてやっぱ違いますか、温度感というか。インスタライブをやらなかった今っていうのが想像できないぐらいですね、うん、本当に私ライブは抵抗があったんですね。皆さん小フォロワーからなさってる方も多いんですが、私は200フォロワーを超えてからだったんです。アカウントを開始して2ヶ月弱ですかね。ただそこからはもうやると決めたので、週1ライブだとか週2ライブをずっと徹底して、そこからやっぱり濃いファンの方がどん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 できてくださったっていうことが大きいなと思います。あゆみさんはやっぱライブをされてるからこそこれだけ少ないフォロワー数でも売れていらっしゃるということなんですが、ただそうは言っ
ってもなかなかライブって同時接続数が最初増えづらかったりとか、ライブやるときって何話せばいいかわからなかったりとか、一生懸命ライブの台本決めて話してはみたんだけどうまく話せませんでしたとか、コメントが全然来ませんでしたとか、いろんな要因ですぐやめちゃう人が多かったりとか、最初からうまくできないなっていうので悩まれてる方もすごい多いと思うんですけど、このあたりはあゆみさんはなんか意識してるポイントとかってあったりされますか？初めてのライブの時からストーリーズはそもそも力を入れていましたので、ライブの前のストーリーズでいかに興味付けをするかっていうのをずっと意識してきました。そこからは毎週のライブで話し方とか身振りとか世界観とかですね、ライブの構成だったりとか引き込まれるライブっていうのをずっと意識し続けました。私は実体験ベースのライブをしてるんですよ。なのでたまに失敗談売れたりとか、私にしか語れないライブっていうことでお客様にちゃんと価値が届くように差別化っていうのをしてきました。結果的にあゆみさんのようなライブがしたいですって言ってくださって、受講生になってくださる方が毎月増えてくださっている状態です。ライブを見てもらうための事前のストーリーズの興味付けがすごいしっかりされているので、ライブも見に来てくださるし、そこでも具体的にどういう風に話し方をされているのかっていうのも結構ね、あゆみさん研究されていらっしゃいますよね。身振りとか、はい、ボディーランゲージとかで服装だったりとかもそうですし、実はこれノンバーバルの部分にはなりますけど、毎回ブルー系の洋服を着てライブされていることが多いと思うんですけど、これもアカウントのパワーの統一感というところしか意識されてっていうことですよね。そうですね、やっぱり後発組としてどうやってしたら見ていただけるかなっていうのを考えた時に、北野さんに相談をして世界観もかなり徹底させていただきました。現在あゆみさんのインスタライブの同時接続数は大体どれぐらいでしょうか？大体今30人から40名ぐらい、少ない時で27、8名ぐらいですね。常に大体30名から40名はいらっしゃる状態です。素晴らしいですね。大体フォロワー数の 1% いけばいいって言われるのは基準値なんですけど、あゆみさんの場合フォロワー700人で3、40人ということで、大体 4% から 6% ぐらいの方が同接で見てくださるっていう、すごいエンゲージの高いアカウントになってると思うんですけど、それもストーリーズの告知に力を入れられてるっていうところもあると思いますし、あとは誰のどんなお悩みに特化した内容なのかっていうところをしっかりと意識して毎回ライブのテーマを作られていらっしゃるからっていうところもあるかなというふうに思いますね。次、販売の全体像ってところをお伺いしていきたいんですが、インスタグラムから具体的にどういう流れで商品のご制約につながっているのかというところを聞いていきたいんですが、いかがでしょうか？私のところに来てくださる方は全員の方が私のライブもしくはライブのアーカイブを見てくださってます。そこから DM もしくは LINE の方に相談希望っていう形で来てくださって、そこでご制約につながるっていう、しかも売るということもほとんどしてない状態になっています。ほぼほぼ売らずして売れているっていう状態を作れているということで、ライブからの問い合わせがほぼ 100% っていう感じですか？そうですね、ほぼ 100% ですね。ちなみに個別オーダーに来てくださった方の制約率ってどんな感じですか？ありがたいことにこの 7、8 ヶ月 90% から 100% なんです、毎月。なのでセールスっていうのはほとんどしたことがない状態です。一番理想系の形ということで、よくマーケティングはセールスを不要にすることだっていう名言がありますけど、それを体現されていらっしゃるということで、ここで制約率が9割以上出せている秘訣だったりとか、ライブから個別ベンダーにそこまで問い合わせが殺到する秘訣っていうところで、あゆみさんが意識しているポイントとかって何かありますか？日々の発信段階で集客の前にいかに濃いファン化ができるかっていうのを意識してきました。そのためには日々のストーリーズだったりとか、ライブとか投稿だったりとか、信頼の積み重ねをどれだけしていくかっていうことをずっとこの8ヶ月間意識してきました。あとは北野さん同様、顧客満足度っていうのをすごく意識しておりまして、北野さんは定期的に受講生さんの声っていうのをストーリーズに載せてらっしゃるんですね。なので私もそこはモデリングさせていただきまして、もちろんゼロ字達成とか7桁達成って売上的なものだけではなくって、小さなお声実績っていうものも日々載せていることがいい口コミにつながるっていう、またそこから口コミが起こるっていう連鎖が起こってる、要は受講生さんの成長がリアルに見れるのでドキュメンタリー感が出てるってことですね。そこでフォロワーさんが私の講座に興味を持ってくださり、お願いしたいですっていう状態が生み出せてるんだと思います。ありがとうございます。このお客さんの声を出すっていうのは大きな売上が上がったりとか大きな成果が出た時はもちろんなんですけど、そうではない日々のちっちゃい変化だったりとか気づき、それこそ受講生さんこれぐらいリストが取れるようになりましたとか、受講生さん個別相談これぐらい殺到してますとか、そういった一つ一つのエピソードっていうのも実はそのドキュメンタリーとしても価値のあるエピソードになりますので、そういった内容もアップしていくことでお客さんの成長をフォロワーさん間近に見ることができるから、自分自身もあゆみさんから直接サポート受けてみたいなっていう風な方がこれだけ多いのかなっていう風にも思いますし、逆にこの動画見てくださってる方でまだクライアントさんがいないよっていう方に関しても、例えば無料個別相談をやった後に来てくださった方から感想をもらうと、その感想のスクショをストーリーズでアップしていくだけでもお客様のお声っていうのを量産していくことは十分可能になりますので、そういったところからちっちゃい実績作りっていうのを意識していただくとすごいんじゃないかなというふうに思います。で最後ですね、入学して良かったことなどあればね、改めて教えていただけますでしょうか？入学して良かったこともたくさんあるんですけれども、入学する前からなぜ北野さんがこれだけ長く選ばれ続けているか、なおかつ多くの実績を出されてるかってことが実は疑問でもあったんですが、入ったことでなぜ北野さんがこれだけ選ばれ続けているかとか、圧倒的な口コミの良さがあるのかっていうことを間近で学べました。しかもこれは私本当にすごいなと思うんですが、今までいろんな企業塾に私自己投資はしてきたんですけども、大体その企業塾に入ると月日が経つごとに良くも悪くもいろんなことが分かるので、最初の時のモチベーションよりも若干変
変わったりとかフェードアウトしたりとかそういうこともあったんですが、北野さんの講座は逆だったんですね。いればいるほどどん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 この環境のありがたみが分かるというか、そういう状態になってます。なので北野さんの講座の受講生さんって辞めないし、長く北野さんの下で学ばれてるんだな、なおかつ新しい方もどん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 増えているんだなってことを間近で学ぶことができました。また北野さんの講座の手厚いサポートシステムって本当にすごいなと思ってまして、質問の返ってくる量とかもめちゃくちゃ桁違いの量が返ってきますし、そのおかげで何かあっても的確な答え合わせをしていただけるっていう安心感を持って日々行動できるっていうことも私にとってはかなり心強いです。あと結構北野さんのオフ会には参加させていただいてるんですが、そういうオフ会だったりとかズームなんかで交流とかが受講生さん同士であって、その時に志高い企業仲間の方々と交流の幅が広がったりとか、コラボライブをするようになったりっていうことで、お金じゃないかけがえのない違った意味の財産っていうのが増えてきたことも北野さんの講座に入学してよかったなと思っております。ありがとうございます。ではこれで最後になるんですけども、この動画を見てくださってる方の中でこれから SNS を一歩踏み出していきたいという方だったりとか、うちの集客学科とかも検討されているだけどもちょっと一歩踏み出すのが不安という方もいらっしゃると思うんですけど、これから何か始めていきたい方に向けて何か一言あゆみさんからメッセージがあれば最後いただけますでしょうか。私はビジネスで最短で成果を出すために大事だって思ってることが2つあるんですね。1つ目は環境を変えていくことだと思ってます、うん、2つ目がこの人みたいになりたいって思った人のそばで基準値を上げ続けていくことだと思ってます。確かに企業スクールで学ぶって決意することは時間もお金も労力もかかることですし、目指すものが大きければ大きいほどそれに対する不安とかも伴うのは分かるんです。だけれども迷う時間ってのが本当にもったいないと思うんですよ。だからもちろん環境選びとか間違っちゃいけないんですけども、それがちゃんとできてるってことが大前提で、ちゃんと決めて憧れの人なりたい人のもとで素直に行動し続ければ間違いなく変化ってのは起こってくので、私自身やっぱ北野さんのところに入ってあの時した決断っていうのがもう間違ってなかった、月日を追うごとに痛感していますので、ぜひ迷われてる人はその一歩を踏み出していただきたいなって思っています。ありがとうございます。ということで今回あゆみさんといろいろ対談でお伝えさせていただいたんですが、最後概要欄の方にもあゆみさんの LINE 公式アカウントとそしてインスタのリンク貼っております。こちら両方めちゃくちゃ勉強になりますし、特にあゆみさんストーリーズもめっちゃ上手なのでぜひねチェックしていただきたいなと思うんですが、 LINE の方でも、ね、登録いただくと今だけプレゼントがもらえるということで、簡単に最後こちらのプレゼント内容もあゆみさんからご説明いただいてもよろしいでしょうか。今私の LINE に登録していただきますと、6日間で40名集客した究極のファン化術ということで PDF236 ページに及ぶ7大特典を LINE の方からプレゼントさせていただいております。ということで、ね、ぜひ皆さん、ね、こちらのプレゼントも、ね、ものすごく豪華で有力の特典となっておりますので、ぜひ LINE 登録いただいてチェックしてみていただけたらというふうに思います。ということでね、あゆみさん本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。一つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。